スタート点図は6号艇花本が3コースまで入ってスロー勢はかなり深い進入となっていました。第2レースの予選です。対戦メンバー1号艇岸本勇気、2号艇横谷翔一、3号艇鈴木亮介、4号艇ウルタ翔平、5号艇矢橋誠介、6号艇が花本夏樹です。回り込んでくる6号艇花本に対してはやはり内枠両者が抵抗です。インコースは1号艇岸本勇気がスタートライン上へ先を向けました。2コース2号艇横谷翔一が入ります。3コース6号艇花本夏樹、花本は準優進出に向けた今日は2走して15点が条件となっています。そしてこのままですと4コースは3号艇鈴木亮介となりそうです。鈴木もどうやら本番でもスローに合流します。どうでしょうか、4号艇ウルタが5コースの角となるか、6コース5号艇矢橋誠介は2走して今日は15点ノルマとなっています。その5号艇矢橋、そして4号艇ウルタ、この2艇が引っ張る形になります。コースの方ですが結局は5号艇矢橋が5コースを主張という形になります。4対2、スタート点数とはダッシュの2艇が入れ替わっています。1号艇岸本勇気人気の中心です。人気の相手は2号艇横谷、6号艇花本と票が集まっています。スロー3艇は 100m 近辺です。第2レースの予選です。インコースから1番2番6番3番ダッシュは5番4番です。スタートしました。2コース2号、おっと前提早いぞ。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なんとなんとこれは6艇前提早いスタートになりました。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレースは前提フライングです。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番ヤーシ、6番花本、前提がフライングとなりました。従いまして第2レースはレース中止、船券はすべてが返還となります。お手持ちの投票券は絶対にお捨てにならず大切にお持ちください。繰り返しファンの皆様にご案内いたします。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番矢橋、6番花本、前提がフライングとなりまして第2レースは中止となります。したがいまして第2レースの船券はすべてが返還となります。お手持ちの投票券はお捨てにならず大切にお持ちください。
ファンの皆様にご案内いたします。ご覧のように第2レースは前提がフライング変換決勝となりましたので第2レースは中止となります。第3レースのスタート展示開始まではもうしばらくお待ちください。第3レースのスタート展示開始までは今しばらくお待ちください。